うりゅつでー。うりゅつでー。風邪が治らん。そんなすぐ治るか。鼻がヒリヒリする。最近銀鍋飽きてきたら登場回数減ると思われ。ってなんでキュービーやねん。4連敗負け動画出したばっかりやのにな。ちょ、フレディおるやん。フェイがようこ、フレディがささやく敗強者。うん、嬉しいけど超弱いんだよな。フレディ重課金税。配信の有無。あ、いらんことばっかり喋っててすいません。しっかりしなさい。フェイおるか？キツネ少ないの困るな。とりあえず占い位置に入らないようにだけ気をつけます。10秒前。フレディがなんとかしてくれるよ。ということで、ヨーコ本体はササハイについていくことになった。初日サンタホーらしいので3体外で釣れそうなところに投了します。あ、言うのそう。言うこと聞くわ。はい。指定されたらギャンブルかやミシをしたらいいかと。手取り足取りありがとうございます。おはよう。ソフィアあんま使わんからどこや。おはよう。ギャンブルイです。黒でランのボッタラブチ見れます。セリーヌ怖いよ。サンタ。カミングアウト。クリスがサンタでジェシカは何だい？テレパスの月先何？人言わん方がいいよ。あっちゅんないと間違えたわ。俺にはついてないけど。ジェシカ押そう。役職 A。 ジェシカは何だろ？死にたがりなのか？この時何考えてたの？ジェシカ初心者かなって思ってただけだが、キャラ好きで SP 買う人もおるやろなとか、SP イコール PS ではないよなって自分に言ったり。黒月。ジェシカ狼月ね。ならジェシカ指定してね。まあ対抗いない時点で死んじゃ？進化死にたがりだから今日進行してくれたらいいや。ちょっと荒れてる？人狼陣営ならイラつくかもだけど、キツネだから気にならんかな。それに初心者部屋にいたから初心者も別に気にならん。ん？それなら今日クリス進行お願いしませんか？ジェシカの方が丸い気もするが。ちょいちょいちょい。三者三様のヨーコ陣営。ショーンしていいね。え？カミングアウト。狼付きテレパが狼指定するか？誰かなお前は。ジェシカが偽なのか？お互いに神ゾーン。エローラ相方だけど。相方言う必要なくね？お前誰だよ。相方開示白さ。戻り。フェイ今までおらんかったんか。否定されてて草。ということはショーン偽でOK？ローラが否定するならショーン釣りでは？ショーン釣り確定で。ゴールドになってから楽。ジェシカ釣れるといいけど。ショーン号令かけてないから微妙。俺考えて。10秒前。考
噛んどいてと言われたら噛みたくなくなるよな。じゃ、ジェシカ釣りね、皆さん。あって言うてる。ローラとか月先かな？なんも見てなかったな。何してたん？ひたすらまっすぐな黒ログ。誰かに加担せず釣りも拒まず下手に触れない。以上。お前。あとはゲートか？ジェシカ釣れなかったか。ジェシカが狼付きテレパなら月先を狙いたいねJ はなさそうかな。30秒前。ローラもジェシカに肯定的。占われるかもだし使っといていい？10秒前。早く指示。指示待ち人間。ありよりのあり。急げ。間に合ったの？わからん。死んだ？ビビらせんな。ロイター。ローラが月先だったね。これで黒ローが3減ったぞ。あ？やっぱりローラかな？最初にローラ言うてくれてたからそれを信じた。あとフェイのありよりのありが助かった。サンキュー。どうも、グールだな。おはよう、おはよう。おはよう、おはよう。おはよう。はい、失敗。知らね。クリス目線ちょっと絶望的かな。ちょっと絶望的とは、変な日本語増やしそうなうぷ主で困るわ。新しい言葉を作るのはいつも女性なんだよ。学生さんも多分見てるんだから正しい日本語で編集してください。気をつけます。しらばっくれるの大変。妖術でないからクリス進行よろ。じゃあ妖術おらんの？サンドラクロかな。キュービ飛んでるから出てきてほしいのかな。なんで消した？そやポンコツだから。いらんこと言ったら怒られるかと。ほなサンドラして。サンドラクロじゃない。コウモリ。あ、コウモリだから妖術に人権もらいたかったのか。書かなくてよかったわ。カミラタン。まあ非妖術しかしたら指定されるわな。サンドラ非妖術しかしてるから指定は妥当。へえ。コウモリはキツネ用ってばあちゃん言ってたけど。のんきな本体たちだな。フェイほどじゃないさ。じゃあスーザン。すでにギャンは出てるぜ。カミングアウト。これ対抗でヤンホーがスーザン釣りできそうかな。ゾンビ、恋のことを考えるとそうなるかな。ショーン殉教者、サンドラコウモリ。これショーンは言うべきか言っちまうか私も。スーザン本物ぽいサンドラへの触れ方。クリスイツー。昨日参加したけどもうやりたくないって思ったわ。みんなギャン妖術闇回避するからひたすら落ち込むしかない。でテルテル釣ろうとしたらテルテル釣るの？ええやんけー。かなりへこんだ模様。ほならカミラ。クリス元気なくなってきとる。カミングアウト。ああ。もう寝てるわ。お疲れクリス。あいつちゃいます。まあ進化しらけども。カミラ相方なんなん。生きてるの？
かんね。わからないの？え？どういうこと？一匹なのかな？一匹。ローラ一匹でジェシカついてたのか？神ゾーンさせたらいいよ。神ゾーンは正義だけど怖いよ。ここからカミラに質問タイム。しらじらしい。逆や。返事がない。ん？ごめん、私お前のこと知らない。カミングアウト。え？どういうこっちゃ？カミラ釣りで。スーザン狼ならに狼おることになるんよな。いらんこと無駄に書いてすいません。相方次郎だから、私のある。剣士は言わない方がよくね。妖術死んだ盤面ないから対抗出やすくはなるねジェシカはなんだ？なんだろう。神ゾーンも受ければおもろいから残機目打つわ。セリーヌの楽しみ方羨ましすぎるわ。ジェシカ見せ？見せなのかな。一匹でも相方の息わかるし、剣士すら言えない奴は死んでいいよ。スーザン投票しますね。狼釣るの？はーい言うとるやんけ。はーいとは言うたもののねー、一応考えてる。こいつねって見えないんだっけ？見えないねジェシカカンテさん死体はならんよな。誰が豚CEOのちゃんかむんだよってなるもんな。スーザンはカミラもジェシカも他人、カミラもスーザンもジェシカも他人なのね。妖術恋でスーザンネズミとか？いや、スーザンネズミない。なんでわかるんだろう。ちょっとまとめましょう。カミラの相方は一匹。一匹にジェシカがついてたかも。続いてスーザンが真の場合。相方は呪い狼で生存。ジェシカはついてない。ジェシカを噛んだ。前。ジェイフレディで。スーザン黒い血狭まるから一人でいいよ。リリアン釣りね、神ゾーンそれぞれ出して。純愛だからいいか。ならジェイ。ジェイならオケ。リリアン破綻。リリアンなんで破綻してたっけ？ここテレパ固定部屋だから純愛に変身せん。ああそういえばそうだったな。フェイ、フレ。フレディ死にそうだな。キツネ目線はカミラ狼なんだけど。でリリアンは味方じゃないのか？破綻です。あのさ。何ですか？フェイってカミラ見える人？フレディには何が見えてるのだ？トリマリリアンに入れたくないんだが。ゾーン入ってるけど。わし噛まれる。俺ひきつね透けてませんか？両方からゾーン入ってる。私ゲイ一点にしたよ。フレディ笑う。カミラ見える人とは？クリス入れてもいいよ。そういえば黒ヒョウがそこにいたな。まあでも三ヒョウじゃ釣れやんやろ。30秒前。え？何このヒョウ。三人おサボり。クリス入れてよかったね。背徳小狐はいなさそう。ソフィアにアピールなくない？何も感じ取ってはない。まさかのスーザン神。ということはローラは何？何噛んだの？背徳とか？そんなの最悪じゃん。らしいね。スーザン神マジで何噛んだんだろう。おはよう、おはよう、おはよう、おはよう。今日はカミラ釣りになるな。体
カミラはなんだろうね。に狼残ってるだろうから。カミラの誘導先に入れますね。まあ多分今日は勝てない。でも吐いてくれるならありがたいね。あんた今日神ゾーン入ってるよ。純愛です。一緒。いいなぁ楽しそうだな。こういう楽しむ余裕が欲しいよな。誘導なければスーザン入れます。この後はリリアンのお店の料金と指名料のお話をしてました。架空のお店な。料金は5000円、指名料2000円だそうです。安いんじゃね。カミラ誘導しないからスーザン入れます。本体も何か考えろよ。強い人にはついていく。初心者とか相方だったらもっと頑張るよ。負けるよね、うん。カミラ恋人だったのか。これ黒川に言わなくていいのですけど、カミラ悪女です。手騙しを溶かしなくていいよ。悪女だったのか。こちらの味方もいないね。ん？行きたがりおるやろし、セリーヌ釣れば勝てない？いる本命だけど黒ではなさそう、あの人。あー、フレが見えてたもの、いろいろ納得。スーザンネズミならカミラ釣らないもんね。フェイゾーン入ってるからフェイ本命と思った。あーあの時フェイに聞いてたのはそういうことだったのね。手玉ですらない。選ばれたくないけど選ばれないと悲しい。あーついに噛まれたかな。さすがにお仕事しますよ。待って。せっかちだな。おはよう。グッジョブ。勝てない。どっちだこれ。あのさ、フレディ先生が説明してくれるよ。すまん交代。昨日のスーザン投票が5票、紫茶3票、カミラビルの2票。してくれ。だからキツネ票は3票しかないので勝てない。そんなこともわからんのか。すいません。こぎつね丸見つけた。スーザン妖術だったのか。でもなんとなく黒川4歩きせんのよ。パッション精査リリ。こぎつね丸。リリアンこぎつねなら勝てるやん。リリアンこぎつねなら勝てるくね。サンドラ交代してくれ。サンドラ黒だったのか。スーザンは2日目夜にサンドラ占い。サンドラがコウモリ回避したのでそのままコウモリ塗り。カミラの主張が相方1匹なのでスーザン目線カミラ見せ。スーザンうまいなぁ。アタフタしちゃった。カミングアウト。本体がもたもたしてるのでフレディ登場。みんな素早く入れてね。素早く？サドラズお願いします。10秒前。しっかしリリアンこぎつねに全然見えんかったな。キュービの襲撃位置に入らなかったらなんでもいいんだよ。フレちょっとしつこい。うるさい、切れるよ。サンドラ、ちょい気持ちわかる。ローラにキュービした。どうやらジェシカに肯定的だったか否定的だったかが今回の明暗を分けたそう。占い位置的にもそうだね。何もし予選でも勝てるのな。聖杯徳でフレシーをした時期待打てた。しかしあんた手玉の言うこと聞いてたのよ。反省しなさい。そういやそうだな。キュービのタク、ヘイとローラで迷ってた。先にローラ言うてたから直感を信じたよ。なんなら初日ジェイよりリリアン黒見てたわ。どの辺が？のんきすぎる狼いてるんよな。初日頑張るのは白人材と手下。スーザンの動きがうまかったので参考にします。すぐに言ったこと信用するんで。嘘つくゲームで信用するな。スーザンうまかったな。私の動きはあれでよかったはず。黒川の MVP。